い、ミケオンときなこですよ元気だな。はい、じゃあ今日もレトロゲームを持ってきましたよ、きなこさん。あ、そういうことかいつも大爆死しているレトロゲームです。ただちょっと今回違います。今回はこのグロブダーというゲームですね、はい、でこれなんですけど、いつもはきなこさんにやってもらうんですけど、はい、今回違います。え、今回はお父さんが頑張ります。なんで？説明しよう。まずこのグロブダーっていうゲームなんですけど、うん、きなこさんやったことあるかな。ドルアーガーの塔っていうゲーム絶対分かってるでしょやったことありますよね。あるよ。あれを作った人、ドルアーガーの塔を作った人がその後に作ったゲームなんですよ。神ゲーだ。おお、神ゲー。そうです、神ゲーですよ。神ゲーなんです。ドルアーガーの塔は難しいだけでも神ゲーだから、あれはでで今までやってきたゲーム、レトロゲームの中で一番楽しかった。すごいすごいね。そうそう、ドルアーガーの塔面白いでしょ。いや、もうあれは全体評価で100点以上いってるかもしれない。あ、素晴らしいそう、この前やってもらった時は100点とは言ってなかったけど、まあいい。そうだっけ。そうで、ドルアーガーの塔を作った人がそのすぐ後に作ったゲームなんですよ、これ。グロブダー、もう神ゲーだね、うん、神ゲー確定。そうだから、ドルアーガーの塔面白かったからさ、お父さんもワクワクでしたわけ。このうわ、新しいゲームが出たって、バッてやったの。これね、ドルアーガーの塔と同じ等式でね、お、99面まである。100面までいけよそう、99面で終わりなんだけど、ワクワクしてやるじゃない、うん、新しいゲームだって。あ、なんとなく分かった。そうで、その時お父さん何面までいったと思う？え、うん、まあ70ぐらいはいってんじゃない。お、答えは2面でゲームオーバー無理だってこのゲームね、このゲームね、めちゃくちゃ難しいの。だからね、昔お父さんがやった自分を超えたいの、うん、だから今日お父さんは10面まで行くことが目的なんだけど、行けなかったらまた練習して再チャレンジします。了解。ということで始めるんですけど、きなこさんにも1回だけちょっと体験してもらおうと思って。どんなゲームか、きなこさんだったらどれぐらい行けるのか。3面まで行ったら昔のお父さんも超えたことになりますからね、きなこさんちょっとやってみませんか。やってみる。よし、じゃあちょっといきますよ。けど自信はない。あ、お父さんでそれだから自信あるわけないじゃん。 B ボタンがキャノン砲で A ボタンがシールドね。キャノン砲ってなんだよ。これね、2つボタン、2つしか使いません。 B ボタンがあの敵の、あ、攻撃、敵に攻撃する弾を撃ちます。 A ボタンが敵の攻撃から身を守るバリアを張れます。なるほど。それだけ。なるほど。お父さんが昔死んだ2面を超えられるかどうか、お父さんも何も分かんない状態でいきなりプレイしたからね。今のきなこと同じ状態でプレイしたから、うん、はい、じゃあこれね、このボタンを押したらスタート。ゴー。うる、いや待って、怖い一気死亡。ええ、一気死亡。え攻撃しないと、攻撃しないと。無理だって。はい、最後しまーゲームオーバー難しくね逆によく2面までいったよそうなの、そういうゲームなのよ。だから何も分からず初めてゲームセンターで100円入れてよ。始まってこれで終わんのよ100円これで終わりよ。100円の価値なしそう、これがグロブダーなのよ。でお父さんも2面で死んで、これ難しすぎる、ダメだって今日までやってこなかったの。だからこれをね、どうしても2面以上行きたい、できれば10面行きたいっていうことで今回買ったのわかる。こっからお父さんの挑戦です。いきますよ。数分前の自分を殴ってやりたいじゃあちょっと祈っといて、お父さんのチャレンジを、ね、
じゃあいきます。スタートマリオ、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 ほら、よし、よし、マリオしながら攻撃できんの？そう、分かんない人だから、分かんなかったね、昔は。それ知ってた？いや、いけないな。バリアもね、下のメーターがあってね、あのメーターがなくなったらバリア張れなくなるからね。ずっとバリアが張れるわけじゃない。まあ、ずっと張れたわけ。うーし、2面クリア、過去の自分を超えたぜ。ほら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 10面いけんじゃね。一瞬でやったる。よしやったる。やったる。お、いいぞ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 。なんか違うやつできた。強いやつができた。おお、いけんじゃね、10面。うわ、なにあいつ。ちょ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 。うわ、バケ。よし。やば。うわっ。ちょっと待って。しまった、待って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 。あれ、追っかけてきすぎじゃない、あいつ。あっ、あと一機で。やばい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 。イエーイ。どうしたきなこさん、どうしたの、どうしたの、どうしたの、やるの、やるの、やるんだ。きなこさんいきます、きなこさんいきます。おおおおおお、あー死んじゃん。バクーにやられるよ。あれ、あでもクリア、でもクリアした。2枚いった。あ、昔のお父さん、昔のお父さん、超えられるか。うおー、ラスト一機。ふざけんな。ラスト一機、昔のお父さん超えられるか。これを超えれば昔のお父さんよりうまいぞ。はい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 。おー、あと一機。おおおー、やったやった、うまい。これ、超えたけどさ、うん、よし、じゃあ今のお父さん超えられるかな。8面クリアしたら俺父さん無理無理無理。4面逆によくここまで進んだよ。バックに巻き込まれるって。これってガードしててもダメなの？ガードしてたらいいけど、ほら今もエネルギーないから。下のエネルギーがなかったらバリ張れないから。エネルギーは止まってたら回復する。タイム制限ないからじっくりいけるよ。さっきより進んでんのは確かだ。おお、危ない危ない。あ、今バリア張ってなかった。いやけど過去のお父さんは超えた。いやごめんなさい、参りました。いやさ、多分さ、僕がさ、お父さんとさ、同じぐらいの年だったらお父さん超えてんじゃない？超えてるかもね。ちなみにこのゲームね、もう超難しいゲームで有名なんですよ。あ、有名なんだ。最終面のね、99面ね、うん、3秒生き残ったらプロって言われてるらしい。面セレクトがあるんです。99面一回やってみますか。あ、うん。3秒生き残ってプロはもう無理じゃん。3秒生き残ったらプロっていう超激ムズ面、最終面。きなこさんの挑戦です。どうぞ。うえぇぇ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 ぇ
じゃあもうプロじゃん。え、けど3秒以上耐えたよ。いや、いやすごい。キラコすごいすごいゲームでしょう。すごかったでしょ。じゃあもう僕プロじゃん。プロだった。3秒耐えたね。え、じゃあ今度はお父さんが やってみて。でも3秒以上耐えたぞ。バリア張ればいけんじゃね。いや僕もさっきバリア張ってた。バリア張ったらいけんね。バリア張ったらいけるけど、あの、ああ、もう3秒耐えてないよ多分。2秒。よく耐えたね。うん、いや耐えれないよ。3秒。3秒耐えれないよ。耐えたよ。なんなら僕5秒ぐらい耐えたよ。なんで耐えれてんの。というわけで過去の自分に勝ちました。私はきなこは過去の私に勝ちました。3面クリアしたからね。過去のお父さんはかなりような。そうだから昔した時バリアの使い方が分からなかったんだよ父さん。で2面でゲームオーバーだ。逆にバリア使わないでよく2面までいけたな。偶然でしょ。もうわけわからんからっていうゲームで、ちょっとこのゲームねもう難しくてね、手応えすごくてね、すごいのよ。すごいね。うん、だからちょっとお父さんこのゲームをねちょっともうちょっとやり込みたいと思います。はい、はい、ミケオンはこれからも挑戦しますよこのゲームに。頑張ってね。また動画アップするかもです、しないかもですっていうゲームでした。じゃあまたね。ミケオンときなこでした。バイバーイ。バイバイ。またそれ。